実に天才だっていう人がこいつは間違いない天才、とにかく天才なんだからしょうがないっていう誰から見ても変ってことはみんなに分かるってことです。それはやっぱりね大衆性だと思います。床から天井、人に説明できない感情だったりその見たものとかをなんかこう提示されてる感じがしてわけも分からず涙が出てきたんだと思うんですよね。だけのマカ息子とかいういじめ公務で喧嘩になったことがある、高校の学費が払えないから大学を諦めろと言って 家出として自分実は東京行ったんですね、うちに寝泊まりさせて飯も食わしてたね。だから赤塚不二夫がタモリさんに会った時と同じ。スーパーのチラシの言葉みたいな、ことでその場で消えてなくなっても構わないっていうそれがね強さになってる。